1997年、今は存在しない月ヶ瀬村という小さな村である一つの事件が起きました。事件発生に至る経緯として月ヶ瀬村に残されていた風習が影響していたこと、犯人の男の人生が壮絶だったことからも当時は大きな話題となったようです。今回はその事件についてまとめていきます。後に事件を起こすこととなるのは岡崎正人という男で、彼はハーフで日本人と朝鮮人を両親に持ちました。ただ、二人は結婚しているわけではなく、内縁の夫婦といった関係だったそうです。父親はダムの労働者として真面目に働いていた一方で、母親は自由気ままに生きていたといいます。そしてある時、一家はそれまで住んでいた村を離れ、月ヶ瀬村の笠見地区へと移住しました。彼らの新しい家は村人が物置小屋として使っていた小屋で、月1万円ほどの家賃でそこに住むことが決まったそうです。もともとが物置小屋ということで、風呂やトイレなども一切ついていませんでした。壁はベニヤ板でできていたようで、風が常に入り込み、ネズミがそこら中を走り回っていたといいます。そのような劣悪な環境に加え、岡崎家は他の村人から、朝鮮人がと言われて差別を受けたのです。そのような扱いを受けた背景には月ヶ瀬村の特殊性が影響していました。月ヶ瀬村は自然に囲まれた小さな村で、人の出入りがほとんどない状態だったといいます。そしてこの村には現代の世にそぐわない風習が残されていました。それは与力制度です。与力制度の起源は江戸時代に導入されていた制度である5人組だとされています。5人組とは村人が近隣ごとに5個前後を1組として編成し、各組に組頭などと呼ばれる代表者を定め、彼らが村人を監視するという制度です。また、5人組には連帯責任が課されており、誰かが問題を起こせば組全員の責任となりました。月ヶ瀬村に残されていた与力制度は5人組を村規模にしたもので、与力と呼ばれる代表者を何人か選出し、彼らが村のあらゆる活動を取りまとめていたそうです。この与力制度ですが、新たな住人がこの組合に入るには2人の与力に推薦してもらう必要がありました。そのため移住してきた岡崎家も推薦してもらわなければならなかったのですが、村人の出入りがない上に他国の血が入っていた一家は差別の対象となってしまいます。そしてそのまま彼らは村八分にされてしまいました。その結果、一家の生活はより厳しいものになっていきます。村人が共有するはずの施設や場所を利用することができず、社会から断絶されてしまいました。さらにそうしたひどい扱いは当時まだ子供だった岡崎正人にも向けられます。彼が小学3年の時、公民館が全焼するほどの火事がありました。それを知った村人たちは岡崎が火をつけたと言い出したそうです。岡崎本人はそんなことをしていませんでしたが、村八分にされている一家のことを信じてくれる人はおらず、彼は犯人だと疑われてしまいました。最終的にこの火事は事件ではないとされたのですが、そうなってからも岡崎への態度は変わらなかったようです。それどころか、その後何か事件があるたびに彼が犯人なのではないかと疑われるようになってしまいました。そうしたひどい仕打ちを受けながらも、村人は岡崎家に組合金の支払いを求めています。これ以上立場を悪くしたくない一家は仕方なくお金を支払っていましたが、それでも組合に参加することは許されませんでした。さらに、子供を持つ村人たちは、岡崎正人には関わるなと子供に伝えており、まだ小学生だった彼まで周囲との交流を断絶されてしまったのです。そのような環境下で育った岡崎は次第に心を病んでいき、中学2年生になる頃には不登校になってしまいました。学校教師も村人の一人だったため、彼にだけは厳しく当たり、時には暴行も加えていたようです。岡崎が不登校になった後、その教師は2回ほど家を訪ねてきたそうですが、彼が再び学校に行くことはありませんでした。そしてそれから2年間を家で過ごし、中学を卒業した岡崎は月ヶ瀬村を出ることに決めます。そんな彼が向かった先は奈良県でした。そこで彼はアルバイトを始め、半年後には大阪の専門学校へと進学しています。しかしそこは卒業せずに間もなくして中退し、次なる居住地として岡崎は東京に向かいました。上京後、彼は見習い調理師として住み込みで働き始めますが、遅刻を繰り返すことを叱ってきた上司に反抗してしまいます。子供の頃から月ヶ瀬村で村八分にされてきたため、いじめられたことはあっても叱られたことはありませんでした。そのため岡崎は叱ってくれる人といじめてくる人との判断がつかず、どちらも自分にとって悪い人だと感じてしまっていたのです。結局彼はその仕事も1年ほどで投げ出し、最終的には月ヶ瀬村に戻ってきてしまいました。
その後親戚が営む左官会社で働き始めるも長続きはせず、親戚の口添えで働いた工務店もしばらくすると辞めてしまいます。そんな風にして職を転々としていた岡崎ですが、やがて働くことすらしなくなり、あれほど出て行きたがっていた月ヶ瀬村にこもって適当な生活を送るようになりました。そんな中、彼は1997年3月に車を購入しています。そしてそれから2ヶ月後の5月4日、とうとう事件が起こってしまいました。この日、岡崎は村で車を走らせていたのですが、ふと窓の外に目をやると顔見知りの少女浦久保光代さんが歩いていることに気がつきます。その地点は彼女が住む地区からまだ遠く、途中に坂があることも分かっていました。そこで彼は親切心で浦久保さんに送っていこうかと声をかけます。しかし少女はその問いかけを無視して歩き続けました。それまで長年にわたって村人から交流を断たれてきた岡崎の限界がちょうどそのタイミングで来てしまいます。激怒した彼は衝動的に車を浦久保さんにぶつけ、そのまま彼女を連れ去りました。その後も怒りが収まらない彼は山中で少女を手にかけてしまったのです。犯行を終えると岡崎は少女を放置して現場を後にしました。そんな中、浦久保さんの母親は夜になっても帰らない彼女のことを心配して学校に電話をかけています。これによって行方不明が発覚し、警察に通報、捜索活動が始まりました。すると間もなくして少女が履いていた靴が付近の川で発見されます。さらに道路にはタイヤ痕などが残されており、彼女が事件や事故に巻き込まれている可能性が高まりました。そうした情報を受け、捜査を担当した奈良県警は大規模な捜索を展開します。その結果、当日中に西部浄化センターの公衆トイレで浦久保さんの破れた体操着とダウンベストが発見されました。事件が起きた月ヶ瀬村は人口が少なく、外部からの出入りもほとんどない土地です。少女の行方不明が村に広まると、たちまち岡崎が犯人だという声が飛び交うようになります。するとその噂を聞きつけたマスコミが飛びついてきました。自分が疑われているということに気づいた岡崎は記者たちに対して怒りをあらわにします。ですが、その姿を撮れば視聴率が取れると踏んだマスコミはインタビューに押し寄せました。そんな中、警察も彼に対して疑いの目を向け始めます。浦久保さんが引かれたと見られる現場に残されたタイヤ痕が岡崎の所有する車のタイヤと一致したのです。とはいえ、それだけの理由で逮捕することはできません。より決定的な証拠が欲しい捜査陣はなおも捜査を継続します。そして事件発生から2ヶ月後の7月上旬、ついに捜査は進展を見せました。なんと岡崎が所有していた車を売却したのです。捜査員は売却後の車をすぐさま任意提出してもらい、車内の調査に当たります。するとシートから浦久保さんの DNA と一致する血痕が発見されたのです。さらに公衆トイレで見つかっていたダウンベストに何者かの毛髪がついていたことが判明。詳しく調べたところ、岡崎と同じ AB 型の毛髪だという結果が出され、警察は7月23日に彼の逮捕に踏み切りました。ただ依然として被害者の行方はわからないままです。逮捕後、警察は岡崎に対して彼女をどこにやったのかと問い詰めます。しかし彼は黙秘を貫き続け、真相解明にはまだ時間がかかるかと思われました。ですが突如として事態は一変します。逮捕から9日後の8月1日、沈黙を貫いていたはずの岡崎は急に口を開き始め、犯行を認めたのです。その後事件当日に起きていたことを次々と自供し始め、事件の全貌が明らかになっていきました。彼の自供を受けた警察が山を捜査したところ、変わり果てた姿の浦久保さんが発見され、捜査は終結することとなります。その後行われた裁判で、差別によって岡崎が苦しめられ続けていたこと、月ヶ瀬村に残された与力制度などが明らかになりました。しかしそれが情状酌量の理由にはなりません。彼はそのまま罪に問われ、2000年6月14日、大阪高裁で無期懲役の判決が下されました。その判決を受けた岡崎は上告せずに刑を受け入れたようです。そうして全ては終わったかと見られた本事件ですが、判決から約1年3ヶ月後の2001年9月4日に衝撃の結末を迎えました。なんと、大分刑務所に服役していた岡崎が自決していたところを発見されたのです。遺書は見つかっておらず、詳しい動機などは分かっていません。いかがでしたでしょうか。月ヶ瀬村に残された古くからの風習に苦しめ続けられた男が起こした事件。村全体が岡崎一家を受け入れていれば起こらずに済んだ事件なのかもしれません。
それではご視聴ありがとうございました。